皆さん、こんにちは。ポケットモンスター、スカーレットの19回目の放送となります。初めての方は、はじめまして。引き続き視聴いただいている方は、本当にありがとうございます。初見でマイペースな動画ですが、一生懸命コツコツプレイしていきます。よろしくお願いいたします。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第19夜、開幕です。この動画、カイ君の肉声とゆっくりボイスが共存している作品となっております。本編が始まる前に、前回のあらすじ、およびポケモンのトークをお楽しみください。カイ君、異世界行ってこーい。鋼の主と対峙する主人公。進化したばかりのウェンディで戦うが、想像以上にウェンディが強かったことで、無事に勝利、スパイスを入手することができたのだった。今日も旅を行く。また異世界に来ちゃったな。今回は一体どんな展開になるか、ちょっと心配だな。お、かいじゃねえか。今日もスカーレットをプレイするのか、関心だな。毎日投稿できて何より、よ、私のアクロバット、効果抜群だったみたいね。かい、次の目的地は決まったのかい？僕たちに教えてほしいな。ね。次はパルデア西側のカラフシテに行くことにするよ。カラフジムに挑戦するんだ。お、ジムリーダーに挑むのか。よし、俺たちが調べてやろう。ニャオハ君、相性リスト表の準備よ。何々。今回は水タイプのバトルになるわけか。それじゃあ、水タイプで見てみるよ。電気タイプと草タイプに弱いみたいだね。逆に、炎タイプに強いみたいだ。つまり、今回は電気と草タイプのポケモンを揃えれば、大丈夫ってことだね。カイ君、理解したかい？草タイプと電気タイプのポケモンだね。大丈夫。適合するポケモンはたくさんいるから、対策練れるよ。俺も水タイプだから、連れて行くかはカイに任せるぜ。私も連れて行くかどうか任せるわ。まあ、あんたなら勝てると思うわ。頑張るのよ。よし、ジムリーダーに勝てるよう頑張るぞ。それじゃあ、本編開始します。今回はね、順番通りに行く。ここに、カラフシティっていう大きな町があるんで、ここのカラフジムに挑もうかなと思います。というわけで、じゃあ早速行こうか。レッツゴー！空を飛ぼうぜ。それでは、カラフシティまでワープします。カラフシティに着いたけど、ジムはどこに行けばあるんだろう。カラフジムまでワープします。来ましたー。なんかいるかな。遅刻。はい、ダイさん待ってください。はい、ダイさん、財布を忘れちゃったんです。あ、困ってる。あ、いいっすよ。はい、ダイさんの財布を手に入れた。なんだ？マリナードタウンに向かいましたっていう。西の砂漠を抜けた先だって。砂漠？広くないか？うわ、こんな中に町なんてあるんだ。なんだ、主がいるって。あ、そうなの。仕方がない。砂漠向かうか。まあ、ちゃちゃっと行けばなんとかないでしょう。とりあえず、マリナードタウンへ行きたいと思います。お、旅の途中、ポケモンに進展がありました。行け。まさかコダックまで。あー、コダックが俺大好きだったよ。本当にありがとう。ゴルダックに成長か。おー、強くなったね。
なんかエイリアンみたいな感じで怖いな。どう見たらエイリアンになるんだよ。思念の頭突き。コダックが成長しちゃったよ。どうしよう。もう一機進展がありました。オッケー。え、進化したメディ。なんか可愛いけどキリンみたいになった。電流になった。おお、おお、 1.4m もあるな。なんかまた進化ダッシュですね。ハイダイさんいた。ないんだ。ないんだ、財布が。メタモンだったのか。アクアテールで様子を見よう。この宿、スーパーボールで捕まえてみよう。ダメだ。痛くはないけど。やばいな。捕まえないと早く。あー、あとちょっとだったのにな。なんか他にボールない？じゃあこれ、こうハイパーボールでいこう。やったー、捕まった。メタモン決めたぜ。マリナードタウンの市場まで。市場だよね。どこにいるんだ。ハイダイさんを探そう。用事があります。何？え、なんでこの人と戦わなきゃいけないんだ。水木、嘘でしょ。同じ水系か。え、だったら効果ありのも死ねの頭突きで行くしかねえな。いて、もう一回当たんない。なんで命中率が悪いからじゃないかな。もう一回やる。もう一回。痛い。ポケモンだ。パーモットと変わってもらおうか。電気タイプですね。これは期待です。頼むぞパーモット。でも急所に当たったのか。じゃあスパークで応戦だな。痛い。よっしゃ、やったぜ。いや、そのままで行こう。そうだ、スパークでどれくらいいけるか。おお、やったー。電気だけでこんなにいけるとはな。おめでとう、カイ君。
よし、クルダック覚えた、覚えたじゃん、勝ったぜ。いや、いいんだ、いいんだ。いやー、安くね、高いね、いいね。なんてこった、すっからかんだ。財布。ラストの商品だよ。わかめ。せぎって。5万。事務テスト。商品を勝ち取る。勝ち取れなかったらどうなるの？15,000円はどうだ？35,000円だ。え、なにこれ、これがテスト？はいはい、あ、戻っちゃうの？あれ、合格しちゃった。よくわかんないけど合格しちゃったな。とりあえず15,000円もらっちゃったよ、余分に。ありがたいね。来たよー、水ジム、カラフルジム。よし、入ろう。頼もう。カイ君じゃありませんか。あんた誰だっけ。ハッサク先生か。もしかして噂の、なんか噂にされてんだけど。それほどでもないよ。チリ、ちーちゃんやで。はい。少しふざけた女性ですが、小生と同じく四天王なんですよ。ふざけてはないけど。見ても、ふーん、なんか面白そうやな。はい。何しに来たんだ、あの二人は。行こう。はい、ありがとう。挑みます。さあ、ハイダイさんとの死闘、結末はいかに、です。頑張るぞ。慕われてますな。はい。手は抜かんかな。ああ、この人は強そうだな。
来たか。あ、これ来るな。はい、大さん来ました。怖いよ。何出すんだ。あ、こっちも水系か。わかった。こっちも手抜かないからな。思念の続きだ。あれ、後悔ま一つ。まずいな。ちょっとポケモン変えるか。パーモット行け。間に合うか、大丈夫か。ダメージどれくらい効くか分かんねえぞ。急所にまた当たった。スパークだ。やったー。このまま戦わせてもらうか。うう、気持ち悪い。ディグダだ。あれ、意外と強くない。え、素早さ下がった。マジかよ。甘える。今選べなきゃダメ。でもいいや。入れ替えよう。行け、しけ、しかじかで行こう。行け、しかじか。しきじか、しかじかじゃなくて、しきじかだ。追い込み状。こっから本当に勝てんのかな。キングだ。キングだったらまた違うタイプなんだな。じゃあ行こうか。種マシンガンで行こう。いやー、いいポケモンってなんだその言い方。使うか。何タイプだこれ、わかんない。急所に当たった。もう一回。オッケー、効果抜群じゃん。やめろー。敷地か、大丈夫か。もう一回やろう。やった、敷地かで勝った。やったやったやった。うっほほー、勝ったぞー。ありがとう、しきじか。生きがよすぎるトレーナー代5400円。ありがとう、いい小遣いになったな。さあ、はあはあはあ、おいらはまな板のコイキングだ。大量だい、大量だい。どんなポーズでやるのかな。何それ、面白いな。へえ、冷や水って、へえ、面白そうな技だな。はいはい、どうもありがとうございました。ネモかな。
あーお。いや、いいんだよ。あー、行っちゃったな。うわ、すげえ筋肉な女性だな。じゃあ今回ここまでで終わろうかな。というわけで、今回はここまでだぜ。このコーナー、自由にお話しする時間よ。それでは、スタート。今回はカラフシティのジムリーダー、ハイダイさんをやっつけたよ。パーモットやシキジカを連れて正解だったよ。シキジカでポケモン倒せたの、すごかったです。育てた甲斐がありましたね。それに、コダックがゴルダックへ進化したね。さらなる戦力強化になると思うし、ゴルダックも使っていこうね。カイ君のポケモン、どんどん強くなってるね。この先はもっときついだろうから、レベル上げはしっかりやっておこう。うむ、頑張っていくぞ。ところで、カイ、進化した俺のことをエイリアンって言ったな。思念の頭突き。ごめんなさーい。カイは失礼なことを言う時があるから、やめさせないといけないな。ややこまさんもそう思うかい？あたしもそう思うわ。あたしの進化した姿を見て、可愛くねえな、なんて言っていたから、許せないわ、アクロバットよ。僕らも注意するからね、カイ君、気をつけるんだよ、いいね。はい、すみませんでした。発言に注意してプレイしていきます。本当、デリカシーなくてすみません。ひどい発言したら、アクロバットよ、覚悟しなさいね。それでは、今回はここまでよ、お疲れ様、閉幕します。